はい、白です。今回はですね、太陽からエネルギーを取り出す屋根材、熱電供給も可能にというニュースなんですけども、実はですね、まあ、昔から屋根材というのはですね、太陽光発電とか熱電供給、これはですね、えー、屋根のところにお湯というか水路を持ってきて、それをお風呂の水、昼間の暖かい太陽光に当ててですね、お風呂の水に当てるっていう 装置っていうのをですね結構いろいろなメーカーから出してきたんですけどもこれをね一緒にしたっていうのが結構ポイントですはいすごいですよねだから熱電供給も可能にしますけれども太陽光からですね、えー、電力、まあ、太陽光発電の装置も一緒に入っているということなんですよねどうなってるんでしょうかっていう形なんですけどもちょっと本部読んでいきますね FWAVE はスマートエネルギーウィーク2018年 同社が開発を進める樹脂屋根材や太陽電池セルを展示した太陽電池セルを屋根材でモジュール化することで屋根による熱電供給も可能になるということですねモジュール化っていうのはですねやっぱりその製品の,この仕組みをちょっと変えていく形なんですけどもそれによって屋根による熱電供給も可能になるということなんですね屋根からの熱電供給で家に太陽エネルギーを最大限取り込む 建材や太陽電池セルの製造販売を手掛ける FWave は、スマートエネルギーウィーク2018、もうこれちょっと終わっちゃったんですけどもね、えー、で、フィルム型太陽電池を一体化した屋根材や、これらの建材を利用した熱電供給システムを参考展示したということです。まあ、一見するとね、普通のスレート型の屋根にしか見えないんですけどね、同社が開発する樹脂、屋根材は、新素材の難燃性高分子合成樹脂を採用し、 従来の冬季平板瓦と比較して75%以上の重量を削減しつつもこれもすごいですね、まあ、瓦っていうのはかなり重いんですけどもそれでも75%以上の重量っていうのは約1 4分の1になったということですから非常に軽いですねで強靭かつ柔軟であることが特徴同社ブースでは人が屋根材上に乗ることができるデモを用意し 屋根,材が傷が屋根材に傷がつかない高耐久性を請求していた。おまあ、ここの上に人が乗っかってですね、えーまあ、丈夫ですよっていうふうにやってたわけですね。でまた一般的な建材で用いられる樹脂素材と比較して防水性や紫外線による色合わせ割れの発生を防ぐ対抗性を兼ね備えるとともに樹脂素材が持つ柔軟性の高さを生かして 複雑な形状の屋根にも対応できる高い施工性、デザイン性を確保したということで、結構いろんな形があります。先ほどね、お見せしたスレートタイプでは、セサミグレーとかカカオブラウンなんていうね、色の違いが出てきてますよね。トレビスレッド、オリーブグリーンとか。で、木目調もありましてね、シャロウッドとかディープウッドっていう形で、結構おしゃれな形の屋根材にも作れるということなんですけど、これちょっとね、驚くのが、 であのー、今までちょっと見たことがある屋根のですね、あれが見えないんですよね。要するに、太陽光発電の阻止ですよね。あの部分が全然見えないんですよ。だから、まあ、直接当たるわけじゃないので、どうなってるのかよくわからないんですけども、まあ、こんな風にね、本当はなってるようですけども、この上にこうデザイン的な、ね、形になってるのかなと。 この他、この屋根材と同社が2014年に富士電機より事業を取得したフィルム型アモロファス太陽電池 FWave 太陽電池セルを一体成形したモジュールを展示、軽量で折り曲げ可能な太陽電池セルと屋根材を組み合わせることで、屋根材の軽量性を損なうことなく発電の加価値を加えたとする。まあ、これが通常にくっつけたという感じですよね。う なるほど、これは分かりやすい例ですけどもねただやっぱりこっちの方がすごい魅力的ですよね要するにこれ温水も多分流すことができるんだと思うんですけどもねさらに参考展示としては太陽電池付き樹脂屋根素材樹脂屋根材と太陽熱収集器熱交換器などによる屋根からの熱度供給システムサーマルルーフを提案したサーマルルーフでは屋根による太陽光発電と同時に 屋根で充電した、充熱した熱エネルギーを熱交換器やヒートポンプによって空調や給湯に用いることが可能になると、これが本来のね、今一番上でやってきた部分なんですけど、これが全部一体化してできるということが結構いいかなと思うんですよね。今までは、その熱交換器としての,そのお湯を生成するための部材というか、屋根材、屋根材というかね、 まあ上に乗っかっている機械のようなな形だったんですけど、まあ、それが結構巨大ですよね。と、同時に太陽光発電もまた別でくっつけないといけないっていう感じだったんですけど、それが一緒にできるということなので、非常に効率が良くなりますよね。FWAVE 社長の大谷重弘氏は本システムについて、新素材を用いたこの屋根材だからこそ可能になった。燃力と熱の同時交換により、太陽光のネエネルギー変換効率を 35%程度に高めることができたと語り、新しい屋根材への自信を見せた。この樹脂屋根材は現在工場での量産準備段階にあるとし、まず米国市場に投入した後に日本市場での販売を判断するという。太陽電池一体型の屋根材は数年以内の市販化を目指すとしたということですね。うーん、樹脂屋根材自体をまず、 まあ、工場の準備段階だから、アメリカからやるっていうところなんですね。で、樹脂屋根剤はこれになると思うんですけども、あの、ちょっとね、疑問に思ったのはですね、うん、ここの部分だけの下に、セルのフィルムがある、太陽電池セルのフィルムがあるのかなという形なんですけど、これが一体成形してるわけじゃなさそうですね。 まあこれを使って一体型のこういったものを作るという形なんでまだきちんとした製品としてできているのかなというまあ製品としてはできているんでしょうけどねこういう状態をやるのかなという感じなんですよねうんどうなんだろうまあこのままのデザインで太陽電池とですね熱交換器が入っているものじゃないとあんまりインパクトはないかなという感じなので多分こっち側で作ってくると思うんですよね 今はデザインがこういうものがあって、こういうふうに作れるんだけれどもという形ですよね。で、さらに、えー、こちらのような熱交換器と太陽光の発電ですよね。こう電気を持ってくるという形で、2つ同時に行えるという形になっているんでしょう。まあ、まだね、数年以内の市販化ということと、アメリカからですね、えー、作っていく、まあ、販売していくという形なので、 日本への導入はね、なんで遅くなるのかよくわからないんですけれども、まあ、アメリカの方が市場が大きいし、住宅事情っていうのもね、全然日本とは違いますし、アメリカっていうのはですね、国土がすごい広いので、逆にですね、こういった自家発電とか、自家エネルギー的なものができる家っていうのの需要は、日本より全然大きいんですよね。日本の場合は、まあ、系統接続しないとなかなかね、映でもできなかったりとか、 うん、やっぱり制約がいろいろ大きいんだと思うんです。なのでアメリカで販売するのかなというところ。まあ土地か土地のあれが違うっていう部分が一番大きいと思うんですけどね。はい。まあそういったいろいろな事情が重なってるんだと思うんですけども、まあ屋根のこのね素材自体はすごく画期的かなという形です。 まあなかなかですね、日本の場合は、日本海側と太平洋側で結構ですね、日照時間が違うと思うので、そこら辺の需要の違いっていうのもあると思うんですけども、うん、これはやっぱりね、早めに実現してほしいなというところは私の素直な感想ですね。はい、えー、最後まで、ちょっとで、ね、曖昧な答えでちょっと申し訳なかったんですけど、でも、ここに書いてあることだけですと、ちょっとここら辺がね、どうなってるのかなっていう形で、 うん、収集がつかないんですけど、おそらくこの一体型を作るんだと思うんですよね、この形で。ただ、あのー、今までのこういう太陽電池セルをこういうふうにくっつけて一体整形したということもまあ展示してるんで、うん、どうなのかしらっていう感じなんですけどね。はい、えー。なかなかちょっとね、歯切れの悪いニュースになってしまったんですけど、まあ、最後までね、聞いていただいてありがとうございます。間違いなくね、でも両方できる屋根を作ってるんだということですよね。 屋根材っていうのはですね、普通に家を建てたとしても、やっぱり10年とか15年、まあ、少なくとも20年以内には1回ちょっとですね、張り替えたりとか、色を塗ったりとかしないと、やっぱり持たないんですね、今までのやつでも。だからそれで、この屋根が一体成形して、両方、もしね、やるとしたらですね、その耐久性プラス、そこの機材の部分もどれぐらい耐えられるのかっていうところが問題になってきます。 当然ですね、今までのやりのりは値段は高くなると思いますので設置する時にもですねその先のことを考えて設置しないとなかなか難しいのかなっていうところもありますよねだから現時点ではまあ対抗性があるというふうにうたってはいますけどもこれは実際につけてみてやってみないとわからないっていうところが正確なところですよね紫外線量はだん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 アップしてますしまあ気候の変動とかですね あの場所によっては屋根の上にですね相当雪が積もったりするとうーんどうなのかしらっていう重さに対する、ね、抵抗っていうのもできないとちょっと難しいのかなというところがあります。あとね風も相当ねこれには影響すると思うんですね風に耐えられるのか風って大体屋根瓦って飛んできますからねうんだからそれまでにこう紫外線だの暑さ寒さなの雨だのっていうのにこういろいろ耐えられ,耐えられる形で うん、作って出していかないと皆さんこれなかなか納得しないだろうなというところはあると思います。まあそういう専門のメーカーさんなんでねそこら辺の実験は相当やるとは思うんですけどもうんなかなか難しいかなというところでしょうね。まだまだ日々日々いろいろ試行錯誤を繰り返して作っていかないといけない素材じゃないでしょうかっていうところです。だから利用する側もそういうところでちょっとね慎重にこう取り入れることが必要かなというところはありますね。はい。 最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。